こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオはマンスリーチャレンジ。マンスリーチャレンジというのは、私が違うテクニックで毎月絵を描くということなんですけど、今月のチャレンジはスプレー絵の具じゃない、スプレーのペンキとアクリル絵の具で絵をこのキャンバスに描いてみます。これから使うスプレーです。それからこれはうちの猫です。外で今日は描きましょう。Open up You OPN Hit you on BBM We should be closer than friends。はい、もう乾きましたかね、だいたい。いい。お水を飲むのが大好きですね。で、これがこれから使うアクリル絵の具です。ちょっと乾かしてから違う色とかを塗っていきますが、この絵は今度の個展のフライヤーにのイメージに使おうと思っています。これが仕上がりです。ゴーストキャットマンションっていうのが今度の夏にやる個展のタイトルです。もしよかったらぜひ個展に遊びに来てください。個展のインフォメーションは私のウェブサイトに入っています。ウェブサイトアドレスをこの下に概要欄に載せておきます。このビデオを面白いと思った方はぜひこのボタンをピシッと高評価と、あともしよかったらぜひビデオじゃなくてチャンネルの登録もお願いいたします。最後まで視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。